茨城交通、茨城交通、大田営業所、茨城交通、大田営業所は、茨城県日立大田市山下町に位置する、茨城交通の営業所である。大田営業所、大田営業所、大田営業所2016年10月1日に、日立大田市から受託していた日立大田市市民バスと、従来の茨城交通の一般路線が統合、再編された。 大田東京線茨城空港線日立大田市から委託を受け運行していた。運賃は200円均一。大田市民以外でも乗車できるがいい場合は使用できなかった。夜間留置を伴う車庫を3カ所設けている。大田営業所の大部分の車両がこの車庫に配置されている。日立大田駅からは約4キロ離れており、本所である大田営業所と行き来する出入り頃線もある。 当社庫はかつて存在した、大田馬場車庫廃止に伴い新設されたもので、大田営業所本所が手狭なこともあって、多くの車両が夜間留置される。国道349号線沿いにあり、大田営業所からは約35キロの位置である。所属車両は古代で、大田市街と里見地区を結ぶ路線を中心に、大田営業所のあらゆる路線を担当している。 県道33号線沿いにあり、大田営業所からは約17キロの位置である。最寄りバス停は天使もつけ2区で、始発便も存在する。所属車両は4台で、大田市街と天使もつけ、高倉方面を結ぶ路線を中心に、大田営業所のあらゆる路線を担当している。かつてはこのほか、上宮車庫が上宮高橋バス停付近にあったが、 現在車両配置はなく、敷地と簡易トイレが残されている。ありがとうございます。